はいどうも、こんにちは、ガクチャンネルのガクです。前ね、GSX-S125、売っちゃったっていうね、ことをお話ししましたけど、次の、僕の愛車ね、これをご紹介したいと思います。それがね、じゃん、こちら。V ストロームの、250ということで、250にね、排気量を上げました。ねまあ、バイクのね、ご紹介っていうことについてはもう別にね、そこまでする必要ないと思うんで、まあ、今日はちょっと雨なんですけどいろんな用品をね、つけていきたいと思います。こんな感じ、まあ、ちょっとこの袋の中にはね前外した部品などが入ってます。で前もグリップヒーターつけてたんですけどもうかなり傷んでるんで、新しく買いました。これはどこね、木島のやつかね。であとは、まあ、ヘルメットロックとかこれはちょっとトルクレンチなんですけどあとはこれライトね、バルブ、とかね、これポジションですね。であと、まあ、今日できるかどうかわかんないですけどスプロケット、ちょっとねやっぱりねまだ鳴らしも終わってないんですよ。まだね、何キロくらいかな。そんなね、全然走ってません。256キロね、しか走ってませんね。そういう状況です。でももう100キロでね、一回ね、オイル交換しました。もう、でも結構ドロドロでしたね。で、あと、エンジンガードと、そのレンズのとこのガードね。ここら辺は、あと、なんかこれも定番みたいですけど、フロントのね、風防をちょっと、位置を変えれる、キットっていうね、こちらの方と。で、この3つはね、中国から買いました。このフロントのレンズのガードもね、いらないかなと思ったんですけど、ここにね、カメラとかをつけるステーがついてるっていうことで、ちょっと便利かなと思ってね、ちょっと買ってみました。ちょっとね、雨っていうこともあるんで、なかなかずっと動画を撮るっていうのは難しいですけど、ところどころね、ちょっと撮れるとこだけ撮りながら作業の方していきたいと思います。ではでは頑張って作業します。はい、とりあえずね、連想関係をまずやっていこうと思ったんですけど、アクセサリーね、アクセサリーの電源、キーをね、オンにした状態になった時に通電するやつ。これ、ここの、アウトレットって書いてあるやつね。これ多分、こいつ、ここのね、シガーソケットがなんかもともとついてるんですよ。こいつね。電源取れるように。これ多分僕使わないと思うんですけど、ちょっとなんか、もう常時据え付けてね、雨の日でも使える。これちょっと雨の日じゃ使えないんでね、やっぱりね。だから、ここの配線ね、ちょっとでも配線これもこれ以上伸びないんで、これちょっと今皮むいたんですけど、ちょっとだけね。ここにハンダ付けで、ちょっとこうね、ハンダ付けでこうやってやって、アクセサリー電源取っていこうと思います。ね。とりあえず。はい。ではでは。はい、アクセサリーの方できました。ここ剥いてね、オレンジ剥いて、つなげようと思ったんですけど、うまいことこのヒューズのやつね、この中のとこの、もうちょっと見えないと思うんですけど、プラスチックちょっとやったら、このコードをクッと外せたんでね、この金属のところに、こう、ハンダ付けしました。うまくね。これで、アクセサリーは問題ないと思います。はい。これね、テープ巻いて、アクセサリー出してきました。で、とりあえずね、もう大体の配線は組んじゃってるんですよ。こんな感じでね、分岐するやつね。だからこれをもう据え付けていく感じになっていきます。だからアクセサリーもね、基本的には僕はリレー、使いますから、バッテリーから直接ね、電源、プラスマイナスを使って、リレーでね、まあ、バイク、エンジンかかってる電源がオンになった時だけ通電するようにね、していきます。まあ、アクセサリーね、これ言っても 3A、しかないんでね。僕、フォグランプとか多分いろいろつけるんで、こういう風にしてます。ではでは。はい、とりあえずね、まあ、もう作ってた配線をつないだだけなんですけど、ここからね、この前の方に送っていく配線のところに、カバーをね、つけようと思ってたんですけど、そのカバーちょっとね、買ってなかったんで、配線の、この、なんていうの、こういうやつってやつね。こんな黒いやつ。それをホームセンターに買いに行くんですけど、今まだちょっと朝でね、履いてないんで、とりあえず一旦この作業はここで止めといて、前の作業ね、ちょっとしていこうと思います。今回ね、ちょっと雨が降ってるんであれなんですけど、ライト、ね、この9だけ変えるタイプね。このポジション、このポジションも意味あんのかな？なんか、ずっとね、2輪なんでついてるんで。で、これ H4 のライトが入ってるみたいなんで、この H4 のやつとポジションとね、これを変えていきます。だから、このあたりちょっとね、外していきます。ね。で、あとはエンジンガードもつけるんで、その後、まあ一番最後ですよね。あれつけちゃうともう作業しにくくなっちゃうから。ね。そのあたりをちょっとやっていこうと思います。で、多分雨がちょっとね、止んでくるよ。本当は曇りの予報だったんですけど、今日もね。グリップヒーターとかも本当はつけたいんですけど、今日作業できるかどうか、そこまでね、ちょっとわからないですけど、はい、頑張ってちょっとやっていこうと思います。はい、とりあえずね、ネジ3本で、こことこことこの下のところにあるんですけど、ネジ3本でね、外れました。まあ、これ車と一緒ですね。もうここ差し替えるだけなんで、どんどんちょっともう取らずに作業やっていこうと思います。もうこれキュッて抜いて多分差し替えるだけですね。で、今回使うやつだけ紹介しておきます。まあ、Amazon で買ったやつですね。LED のバルブで。よっ。ちょっと待ってくれね。あ、出ない。よいしょ。こんな形状のやつね、を買ってみました。うわぁ、雨が。なんかね、うっとうしい。パラパラ降ってくるんですよね。こんなやつです。で、この、バルブの方はね、T10 ってやつね、を買いました。一応2個セットのやつね、です。はい。ね、こんなやつを買いました。ね、これをちょっと付け替えていきます。まあこれ多分ね、ナンバー2とかも同じだったと思うんで、T10 ね。まあそっちにも付けてたらと思います。ではでは。はい、今ね、ヘッドライトの方も付けました。ね。こんな感じ。白い感じのね、ライト。ポジションもね、白くなってます。で、一応ね、点灯確認、パッシング。ね、パッシングの方も OK ということで。で、フロントのね、前の部分なんですけど、ちょっと配線を多分こう取り回してきて、ちょっとした余ったやつとか、ここで、収納して調整する感じになると思うんで、ちょっとここ開けとこうと思います。ね、で、とりあえず、このスクリーンね、の上下できるやつ。これをちょっとつけていきたい。これ多分つけても後で問題ないと思う。はい。で、あと、これもうつけました。木島のロックね。ヘルメットロック。まあ、これはこの元々ついてるね、ボルト外してつけるだけっていうね、簡単なもんです。はい。じゃあ、どんどん作業していきます。はい。とりあえずベース取り付けました。ね。もともと、その風防がついてるここ、ね、ここ、4点ね、これで止めて、で、さらに、ここでバーがあって、この横に、これも元々あったボルトですね。これで両側つけてるっていう感じです。結構しっかりしてますね。で、まあ、こういうのはね、まあ、塗装のこういうのとか、塗装剥がれがちょっとあったりとか、してますけど、まあ、そんなのね、多分錆びてくると思います。おそらくね。ここら辺のやつも多分ステンじゃないと思うんで、もともとついてた、キットについてたボルトね。だからもうこういうのはもう、もし錆びてきたら外して、サンドペーパーで磨いて、で、また塗装をね、してあげればいいと思います。僕はそうやってます。まあ、もうとりあえずこうやってつけといたらいいと思います。あとは、風防ね、もともとついてた風防をつけていきます。はい。今ね、エンジンガードの取り付けにかかってます。とりあえず、この金具ね、つけました。このボルトね、3本をちょっとこう緩めて、こいつ緩めて、この2本ね、抜き取って、この金具を、付けたっていう感じです。まあ、ちょっと心配だったんで、エンジンね、支えてる、ところにもなるんで、一応、下に、ちょっとジャッキをかまして、やってみました。ね。はい。ではでは、取り付けの方、まだやっていこうと思います。はい、どうも。とりあえずこれ、アンダーガードちょっとつけたんですけど、ここにエンジンガードっていうか、もともとついてたやつがね、あるんで、それのボルトにつけるんでね、ちょっとこれ、つけちゃうと、次また、エンジンガードね、もうつけちゃわないとダメなんで、ちょっと今、汚れがつけにくいように、ちょっとコーティングっていうか、あれをしてるんで、先にここのカウルを外して、ちょっと配線やろうと思います。これはホームセンターで、買ってきたんでね、それを先やろうと思います。まあ、この中ら辺をずっと通して、前もっていう感じね。で、多分この中で、ここの中に、前の方はちょっと収める感じになると思います。ではでは。はい、どうも。まだ仮付けなんですけど、アンダーガードね。結局、ここにつけて、ここね、さっき見せたところですけど、上がね、ほんとわからなくてね、結局、この反対側のこれ、ここ、ちょっと暗くてわかんないかな。ここにステーをつけて、つける感じね。この、上の、この部分を止めてるやつなんですけど、ね、そんな感じです。で、つけたのはいいんですけど、部品が余りました。これなんだろうな。どこにつけるのかな。これ以上につけるとこないと思うんですけど。もうとりあえずこれで組んでいこうと思います。ではでは。やばい、中華製ね。説明書ないから大変ですね。はい。ではでは。はい、どうも。だいぶできましたけど、もう一日仕事です。バンパー、エンジンガードはね、つきましたけど、フォグもつけようと思ったんですけど、ちょっと場所悪かったですね。カウルを戻したら、ちょっと干渉するような感じなんで、ちょっとまた考えないといけないなと。あと、この辺りも結構苦労しましたね。なんだかんだね。やっぱり中華製なんで穴の位置とかがね、ずれたりなんかしてて、結構苦労しました。まあ、こんな感じです。まあ、リアカメラの方もね、フロントはね、一応、くちばしの先につけました。はい。一応、マウントはこんな感じになりました。はい。まあ、とりあえず、疲れました。今日はこのくらいにしておきます。そしたら、まあ、何かの参考になればいいかなと。では。